新市街地、川県は、中華人民共和国四川省アバ、チベット族チャン族自治州に位置するチャン族が集中して居住する四県のうちの一つである。川県の名称の由来は、水にちなんでおり、源南群県市には、領は、川県を置き、県は、西の水により名をなすとある。川県の座標は、 北緯三十度四十五分から三十一度四十三分、総計百二度五十一分から百三度四十四分の間であり、幅は東西八十四キロメートル、南北百五キロメートルである。県の面積は四零八四平方キロメートルであり、人口百六百十九人。主な民族は漢族四十六パーセント。 チャン族34%、チベット族18.6%と海賊である。周辺の研究行政区は、東隣に、宝州市とと公園し、南に、高市州市と大友県、西に宝京県と小金県、西北から東北へ、利県、茂県と連なる。県内にある、河流自然保護区は、ジャイアントパンダの主な研究、繁殖地であり、 四クーニャンさんは主要な観光地である。政府所在地は微州人である。2008年5月12日に発生した四川大地震の震亡となり大きな被害を受けた。四川盆地の西北の端に位置し、流門山脈と山脈がそれぞれ県の東北と西南に位置する。民港とその支流である雑谷のうが、草葉が、都市は県内の主要な河川である。地質は、 複雑な構造で地層の発達は完全に整っており、火星岩の分布が広く豊富な鉱物資源があり、特に非金属の鉱物品種が割と多い。気候については地形が東南から西北に従って上昇し、比較的に完全な垂直であり、八つの異なる気候区に分けることができ、それゆえにジューリー不動点と呼ばれることがある。 川の名は、県の西にある、水より得られた。前漢の時代には、綿県といった。五漢書には、植軍、綿道と記載されている。精神によって、山形と改名され、三軍地が置かれた。北州によって初めて、川県と命名され、以後現在に至るまで1400数年の歴史がある。1952年、県政府が、綿、から、異州に移る。 1958年に、シゲル県、川県、利県が合併し、シゲル協族自治県が成立した後、1962年、川県が回復して、現在に至る。2008年5月12日に、四川大地震が発生し、新王となった当地域は大きな被害を受ける。旧地位を管轄する。第5次国勢調査のデータによると、 全県の総人口は11万1936人。各号、陳別の人口は以下である。2007年度の戸籍人口年報のデータによると、2007年末の戸籍人口は10万5436人。各号、陳別の人口は以下である。これら、の人口は、非戦王自身による被害やその後の移住によって、大きな変動が生じるものと思われる。 四川大地震被災前の栄州人鎮道路交通は国道213線と国道317線が主である。バスターミナルは伊州鎮にあり、生都市、都公園市、公衆市、利県、馬鹿、高一救済溝などへ毎日路線バスが出ている。まだ開放されていない七皿港樹林公園と西京大峡谷を除き、 各観光地区まで全て自動車で行くことができる。鉄道交通では、川県の最寄りの大規模な駅は、都公園駅である。現在建設中の青卵線が完成すると、より近い茂る県に駅が設置される。四川大地震によって、県内の道路は大きな被害を受け、長期間不通となっていたが、現在は、幹線道路の再建は完了している。ありがとうございます。